It's Saturday, June 26. この本はここでいいのかな？とは、雑誌を捨てちゃっていいの？ほら、部屋の掃除してあげてるのに無視しないの。いいよ、くつろいでて。そんなのほっとけばお兄ちゃんが勝手にやるし。さすがに部屋はアンタッチャブルなものが多いから、掃除は私担当って言ってなかったっけ？いいのいいの、そういうの。そうなの？使用済みのパンツとかポケットに入れられちゃうよ。いいのいいの。いいの？男ってそういうとこあるからね。しょうがないよね。ドアにしては珍しいテンションだね。鼻の穴膨らんでるよ。何バカなこと言ってるの、みひろ。美少女に鼻の穴なんて不浄なものはありません。嘘だよ、それはさすがにあるよ。これはこれ、これは花っていうアイテムです。メガネをかけるためにあります。おお、希少種となったメガネフェチにも優しい設定だ。っていうか、トアの鼻って丸っこくて可愛いね。おお、鬱陶しがらない。さてはご機嫌だね。全然そんなことないよ。またなんかプログラム関係で巨万の富が流れ込んできたの？お金なんてどうでもいいよ。もう寝転がってても一生食べていけるくらい持ってるし。大切なものっていうのはね、チミ、そういうものじゃないんだよ。おう、うざいテンションだ。さてと、ネットの巡回も一段落したし、お兄ちゃんでも呼んでこよっかな。先輩呼んで何するの？別に、どうせ構って欲しがってるだろうから。あれで、二人って前からそんなべったりな感じだったっけ？こんなんだよ。嘘、親友であるところの私に隠し事なんて承知しないよ。どんな些細なことでも、あなたの身に何か変わったことがあったなら教えて。誰よりも先に知りたいの。まったく、私の親友はヤンデレだね。全然大したことじゃないんだけどな。まあ、なんていうかさ、お兄ちゃんと付き合うことになったってだけ。なんだ、そんなことか。何それ、どういうこと？知らない？お付き合い。私の記憶が確かなら、手をつないで歩いたりチューッとかするあれですかい？もっとすごいこともします。と、あと先輩が実際に経験しちゃえばなんてことないよ。大人の女だ。全然大したことないんだって。トアのことが好きなのは知ってたけど、まさかガチの交際に発展するとは。なんだ、やっぱり出ちゃってた？お兄ちゃん昔から私を物にする気満々だったみたいでさ、妹としても恋人としてもぞっこんラブだみたいなこと言ってくるんだよね。それ聞いちゃうと犯罪臭が半端じゃないよ。ほんとだよ。妹は妹であるだけで最高に萌えだ。どんなトアも愛してる。とかね。困るわー、ああいうの。なんて滑らかな語り口。メロメロってやつだね。惚れられちゃったのが運の尽きってところかな。まあまあまあ、うん。どうとでもなるよ。恋人って言ってもたまにすごいことするくらいで、基本的には今までとそんなに変わってないし。聞き流すことを許さないって感じのすごいことしてるアピールだね。あんな変態を好きになる子なんて他にいないだろうし、仕方ないから面倒見てあげるつもり。おめでとう。めでたいとかそういうのじゃないんだってば。早いか遅いかの違いで、どうせいつかこうなってたんだろうし。
それじゃあ私、お兄ちゃん呼んでくるから。どうぞ。ごめんね。お兄ちゃんは私なしじゃ正気を保つことすらできない哀れな生き物だから。ついでにお菓子ももらってこよっと。相手なしじゃいられないって、どっちもどっちだよね、それ。そういう意味では、ハッピーエンドかな。Having finished a good portion of plotting out the new series direction, this weekend should finally allow me some rest. I heard that Mihiro was coming over to hang out, so I planned to just spend the rest of the day in bliss, reading light novels in my room, but... This is harsh. Mihiro is glaring daggers at me. I can already imagine what she's become privy to.これはただの世間話ですけど、近親婚が禁止になったのって近年なんですよね。中世までは普通にあったみたいですよ。特にヨーロッパの方では。Not really interested in that topic, though. そういう意味では人類の歴史は兄弟愛が作ってきたってことかな。You sure went pretty large scale there. ただの世間話ですよ。Mihiro, who had been sitting with her legs tucked in, stood up and started hitting me on my shoulder. 私は側室でも平気ですから、殿。Hey, stop that! 勝手に断らないでよ。食の充実が保証されるって意味だよ。Well, if that's the case... Oh, I see. You really want a good lecturing from your older brother, don't you? そんなこと言って、私のお尻を叩きたいだけでしょ。エロいんだから。お前の全部が好きだみたいなこと言っちゃった後で厳しい態度とっても閉まりませんよ。Looks like she's already explained it fairly in detail. 安心してください、先輩。Mihiro aggressively pumps her fist as she stands up. ルールなんてものは人々が社会のもと円滑かつ健やかに暮らしやすくするためにあるものです。もしそうならないなら、ルールの方が間違ってるんです。Going by your logic, that means it's perfectly okay to rob a bank. 社会の下で円滑に暮らすためって前置きしてるじゃないですか。おバカさんですね。そうだよ。誰にも迷惑かけなければ何やってもいいって、あのミヒロさんからお墨付きをいただいたんだよ。Wow, really? How reassuring. I tried to look disinterested, but the truth is, I'm really quite happy. Mihiro is going to support us.世間の荒波をものともせずに、これからも3人で生きていきましょうね。Oh, come on. No need to carry the joke that far, you two. 冗談 Oh, my beloved sister, just when was it that you were so jealous of press again? Different categories? Does your best friend not count? そんなどうでもいい話よりゲームしようよ、ゲーム。お兄ちゃんの制作活動に付き合わされて、せっかくのレトロクソゲー全然触れてないんだから。We are playing crappy games too? 今の価値観で見たら大半そうだよ。内容というよりは、息を楽しむ感じかな。わかったらコントローラーと、その前に。Toa stands up and gets her smartphone. She then takes a photo of the retro console in her own hand.原稿終わったよ。レトロクソゲーで元気をチャージ。今日は徹夜だってとこかな。Do you really have to emphasize that they are crappy games? 私のマネジメントに口出ししないの。そう、しんと。Just as to a sensor to Rambler, she immediately starts getting replies that go something like, Oh, that game! And such.トアが微妙にアクティブになりましたね。これくらいのことはいつもやってるよ。ちょっと機敏だったもん。She's got pretty good eyes. 二人の距離も昔よりぐーっと近くなったし。Now that she mentions it, Toa and I were leaning against each other, looking at the smartphone together. すごいことしちゃうと、そういう距離感が普通になっちゃうんですね。Oh, for the love of... Toa, please, just how much do you plan to keep on telling her?
そこに山があれば登るみたいなイメージを持っててくれればいいよ。 All of it? Including everything from now on? すごいことの中身まではさすがに聞いてませんよ。 She tries to hide it, but it doesn't look like she's changed much. There isn't an iota of embarrassment on Mihiro's face. She even licks her lips and gives me a thumbs up. で、どんなすごいことしたんですか？試しにやってみせてもらっていいです？ Okay, enough out of you.I'd been worrying in secret about how to explain it to everyone, Mihiro in particular. That she took it so calmly should be something to be happy about. お待たせしました。できましたよ。くんくん。Mihiro, oven mitts equipped, brings out a deep dish to the dining table and a mild, creamy aroma fills the room.Toa looks like a real bunny as she closes her eyes and smells the air. 今夜はトアのリクエストでお芋たっぷりのグラタンですよ。こんなに美味しい料理がこの世にあることが驚きだよね。毎日食べてもいいくらい。うちに来てくれれば1000円ほどでいつでも気軽に食べられるんだけどね。もうちょっと近ければね。Mihiro deals with Toa like usual while she skillfully sets up the rest of the table.As I look at the two of them, I hope to myself that the time we've spent like this will continue on. 見て、トア。先輩が慈しむ眼差しをしてるよ。お腹をペコペコにした私が可愛かったんだと思う。お熱いね。She's not exactly wrong there, so I let it slide. ちゃんと、あっつあっつにしておいたから、ふうふうして食べさせてあげるといいよ。どこまでも抜け目ないね。さすがミヒロ。我が腹心にふさわしい。じゃあ、早速試そうか、お兄ちゃん。No, no, no, no! I just had an entire comedy skit flash before my very eyes. I'll feed myself, thank you very much. なんでそんな水をさすようなことを言うんですか？ちゃんとおでんも用意したのに。It's so obvious that you want to see me screaming hot, 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 hot! はい、どうぞ。おでんですよ。She really did prepare some. The clay pot she has brought out from the kitchen is bubbling, looking a bit like magma. これはふうふうしがいがあるね。Getting carried away is a bad habit of yours, you know. It'll be too late for any regrets if this all goes to waste. うん、まっくせ! You mean the ingredients? This cheering isn't exactly getting my spirits up here.はい。じゃあまずはお兄ちゃんが大好きな卵から。Of all the things, she brings an egg straight to my face immediately. Four! Four! Aug! Ah! Ha! Hot! Mpf! I desperately blow on the egg and somehow just barely manage to bring it down to an edible temperature. おほほ! 文字通り、熱々ってやつですね。Sharp! Ho! All this feels too much like how it's always been.せっかくだから私にもフーフーってやつを試してよ。Toa, who seems to have lost interest, tosses her chopsticks aside and opens her mouth wide. グラタンね。芋たっぷりなとこ。Yeah, yeah. Wow, this does look really good. The cheese is nice and stringy now. フーフーは？ Alright, alright. I'm on it. Well, putting aside our little opening comedy act. As always, anything Mihiro cooks is excellent. We finish dinner in a flash. 満腹満腹。この店の料理はなかなかのものだ。シェフを呼べ。シェフでございます。You sure look humble. Expecting a tip? 君を買おう。この小切手に好きな金額を書きたまえ。それ以上に行ってみたい。 It was a fun dinner. Oh, it's already this late? I'll deal with the dishes, Mihiro. If you're heading home, I'll walk you there. ああ、今日は泊まっていくんで平気です。 I see. Toa's not forcing you or anything. Sorry about this. We even made you cook dinner for us.
心配しなくても大丈夫だよ。金で型をつけるから。そうですよ、大抵のことはお金で何度でもなりますからね。 What's friendship to you two exactly? It's been years since you two have been together and I still don't get it. そうですね、気兼ねなしで大丈夫な関係とでも言いましょうか。 That means the bond is a lot stronger than I thought, I suppose. あ、そっか、そういうことか。もしかしなくても、私がお泊まりすると邪魔になっちゃいますかね。Oh no, not in the least. 3人で一緒に寝る感じでも平気ですよ。ちゃんと全裸待機しておきますし。I'm going to stay in my room and lock the door, so don't even think of going in. そうですか？私は寝たふりしてるんで、催された時は部屋のドアを2回ノックして合図してくださいね。And I'm not going, so feel free to have a good night's sleep. どうしてもだったら川の字でもいいよ。私が真ん中ね。I shot that idea down just a second ago. I end our random small talk and start gathering the dishes. I'll handle the dishes so you two can go to bed. なんか思ってたよりそっけない。案外こんなものだよ。好きならもっといろいろ出てくるものなんだよ普通。先輩もあれで内心には渦巻くものがあるに決まってるね。ですよね先輩。トアにさせたいこととかしてほしいこととかあるでしょ。 Hmm? I wonder. Well, if I had to name one thing. 紐みたいな水着ですか。 Way off. 何も着るなってことですか。 You are a class A idiot. でもさっき何か思いついた顔はしてたよね。Well, I'd love to have something cooked for me, is what I was about to say. まず食欲ってわけですね。The way you put it is kind of annoying. ん？待ってくださいね。それって私を側室として認めるって意味ですか。Did I specifically say I wanted you to cook for me? I am grateful, though. だってよ、とは。何が？料理？そんなの無理に決まってるでしょ。 The Toa in question had already been playing with her smartphone, and she replies without even looking up. I didn't expect anything anyway, so no problem. Well, that's really just a what if anyway, so don't mind it. Anyway, time to get to the dishes. グラタンのお皿はつけ置きにしておいた方がいいですよ。Oh, what's up? The clock was just about to strike midnight. While laying down and reading manga, I replied to Toa without looking back at her. Chalk it up to the closeness of being both siblings and lovers. ぐだってるね。私とミヒロの甘美なる乙女の共演に参戦するチャンスを伺ってるかと思ったのに。That's because I've already joined in more than enough times for the rest of my life. 一緒にお風呂入った時も、お兄ちゃんを意識してエッチな声を張り上げてたのに。Learn some shame, why don't you? またまた聞いてないふりしちゃって。お兄ちゃんなんだから覗いてないわけないじゃん。ごまかさなくてもいいのに。Stop with the baseless accusations. Wait, they intentionally played around and made erotic sounds on the assumption that I'd peek?Are they perverts? まあいいや。それは一応そういうことにしておいてあげるとして。お兄ちゃん明日何の予定もないよね。You seem to be pretty sure about that. What? Do you have something to do? うん。秋葉行ってきて。はい、これ。She drops a note on top of the manga I was reading. It's filled with words. All of this in one day? 全然不可能な量じゃないでしょ。本とゲームが中心だから重量的にも問題ないし。Books are pretty dang heavy, you know. あ、明日発売のフィギュアはなくなる可能性があるから先に買っといてね。Oh, this girl does not know how to listen. ロッカーの仕様と途中ジュース1本買う予算くらいはあるから心配しなくていいよ。So it's enough to warrant renting a locker? And all I get for this is one bottle of juice? Wait.What about lunch? ご飯はうちで食べればいいじゃん。Fine, whatever. I'll pay for it myself.
I'm already used to being her errand boy, so I've more or less gotten Akiba's gourmet map memorized. Tomorrow's Sunday, so I guess I'll stop by AU's and stuff myself with meat. そんな真似したら口聞かないからね。Eh? Why? Why is my little sister depriving me of one of the three basic human desires? いいから。どうしてもお腹空いたら梅インダーゼリーまでは許可してあげる。The what? わかった。余計なことしたら口聞かないからね。Look, I get it already. よろしく。What was that all about? Was she upset because I didn't try to peek in on their bath?